ゆーんと、はい、おはようございます、はい、おはよう。 Z さんの工場に来させていただいてます。グラブ工場は、はい、以前大阪にね、はい、行かせていただいて、ここはバットとかをねやってるところで、今10月でしょう、はい、でこれから10月下旬から11月ぐらいにかけて、うん、その NPB の選手たちがここに来て、はい、実際そのクリエイターの方々と、はい、もうミリ単位の話をしたりして、はい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 、いろいろ決めるらしいのよ。おでそのやり取りを、はい、まあ、ぜひとも体感していただきたいと。プロ野球選手はどうやってバットを選んでるかとか作ってるかと、確かにそれは見たことないないでしょ、はい、だから早速今日はね行きますから。すごいな、ね、国内メーカーでバットの自社工場があるのは Z さんと他1社のみ。そんな誇り高きバット工場で徳さんまさかの大暴れ。 Z クリエイトって、 Z クリエイト、ね、クリエイティングしていこうっていうね。その奥に誰かいらっしゃいます。あ、すいません、よろしくお願いします。失礼します。こんにちは。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。今回ご案内いただくのはバット職人歴22年の熊谷さん。数多くのプロ野球選手のバットを作ってきました。なんかもう選手、ん、私の後輩からあれいろいろもういっぱいいますよ。いや選手、レハ選手、岡田選手、大井選手。あ、早速ちょっとうるさいんですけど。はい、わかりました。おー、すげえすげえすげえ。1本のバットを来年はこういった形にリニューアルするとか、そういったあのモデルチェンジをされるときは、まさしくここで振ってもらいながら、あのフィッティングをしながら、はい、もうちょっとボケつけたり、こういったこと改造をここで使って、はい、こんな風に、まさしくこういう感じ。いやいや、分かってないってことだ。今は分からない。匂いは考えない。もし今日よろしければ、はい、徳さんオリジナルのものを1本譲らせてもらいます。同じように、プロと同じように対応させていただきます。なんと粋な計らいで熊谷さん自らバットを作ってくれるという前代未聞、幸せすぎる。というわけでまずは特産バットの見本となるバットをプロ野球選手の見本から探していきます。何十年というバット製造の歴史が詰まっておりました。気になる選手は、あ、これは、あ、レッドスター。中にはこんな片見本もありました。ここから結構分かります。え、そこがいいよ。ちょっと待って、そこでいっぱいあるよ。え、あれちょっと待ってよ、そこでめっちゃいっぱいあるじゃん。後輩が俺一回も作ってもらったことないぞ。ちょっと待てよ。このように大学社会人選手のオーダーにも対応しております。さあ徳さん、試合でも使えるバットを作るためどんなバットにするか、誰のモデルがいいのか真剣に悩みます。そして決めたのがこちら。じゃあでも、はい、ここからちょっと源田選手を元に対応して、はい、徳さんモデル。
というわけで源田選手のモデルをもとに 84cm800g の軟式バットをオーダー。選ばれてる、選ばれてる。プロのバットを選ぶかのように。そうだね俺は怖くなってきたわ真剣に選んでくださってる。あ、音でなんか、そうだな、うん、お、音が違う。音は違いますけど、これどっちがいいんですか。こっちが高い。はい、こっち高い音の方が。へえ。一般的に打った時に高い音が出た方が、はい、要は飛距離が出るとか、そういったことはよく言われてるので。弾き的弾き的な。へえ。なぜ音の違いが生まれるかはまだ不明で、飛距離の数値的なデータはないそうですが、プロ野球選手も高い音が鳴る素材を好むそうです。熊谷さん自らいいんだろうかそれでは、はい、よろしくお願いします。すげえ。お願いします。もう変わってる太さとか感覚で今これぐらいかなっていうのでやってんだね。84。おー、はいはい、84はい、はい、マークしてる。おー、グリップは太めです。そうですね、これよりちょっと気持ち太めのやつがいいです。はい、太めです。あとは微調整なんですね。そうだね。削りすぎると太くできないからだよ。うん、やっぱあれだな。いろんな意味を込めてバットこうやってやっちゃダメだな。ダメですね。どんなにイライラしてでもバット折らないためにバッティング技術磨くべきだわ。確かに。ああ。1ミリ目のフィッティングはこんなもんで大丈夫です。あ、はい、うん、止めてて、ヘッドを返すときに小指が滑るとか、小指が浮いた感じになるとか、はい、波動を立てて、あの引っかかりを良くするとか、はい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 、逆に引っかかりすぎてるから、もうちょっと体幹を強くというか、滑らかにする、当たりを柔らかくしたい、もうちょっと引っかかりつけたいかもしれないです。えぐるって入っていく感じですね。気持ちいい。やっぱり引っかかり大事ですか。大事です。やっぱね、しっかり最後右で一本で運ぶ感じそれがやっぱ草野球の中では大事。草野球結構今いい感じだと思います。本当に気持ちいいなんですけど当たらないようにできるんですか。はいはいはい、本当に滑らかにしてもらったら柔らかく、もうそれ十分ですよ。わかりました。滑ができやすい選手、はいはいはい、まあ、ここにストレスをすごく感じるので、そういった方は結構ここを丸くしたい。ちょっと気になりましたか。気になる、やっぱりあそこ、はい、そこ怪我につながるから。なるほどね、うん、そういったところは厳しくね。なるほど、やっぱり草野球大事だから成績にかかってきます。そうどんな細かい予防にも応える熊谷さん、これぞ職人である。微妙な形の変化を実現してくれる。こんな変わるんですね。あ、すげえ。わあ、すげえ。ああ、
ちたい。まだいじれます。いやもう今ドンピシャっす。はい。あとこうまた磨かれて軽量化されて。綺麗だな。サービス精神旺盛な熊谷さんからこんなバットの紹介が。まあ4パターンちょっと。これはもう、ね、トレーニングバットのあれなんですね、あのなんだ。モデルってそうですね。もう商品化されるものなんですけども、同じものを削って、ちょっとそれの先取り。先取りや。短いですね。片手用ですね。スイング用。ね。あ、めっちゃ綺麗。さあ、やってみよう、お前。すげえ。やば。気持ちいい。キストトレーニング。いいですね。台湾プロ野球選手もやってましたね。ちょっと短めの。あ、ちょっと短い短いバットなんですけども、これインコースのさばきを、はい、短いわ。長さには80センチなんで、少年用のような長さになるんですけども、インコース練習用バット。確かにこれ短かったら回るもんな。インコースの打つ感覚を得られるかもしれないですね、うん、どうやって捉えていいかっていうのが分かるかもしれない、うん、すげえ。他にもユニークなトレーニングバットがたくさん出るようです。楽しみだ。はい。あ、オッケー。わあ。すげえ。何グラムに？810。おお。810グラム。ちょっとマイクに止めました。あ、ありがとうございます。わあ、すげえ。あ、これで。おお、すげえ、すげえ、はっきり、やばっ。すごいよ。なんと、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 なん倒している。綺麗に向かってた。800回ぐらい。ありがとうございます。はい、で最初の研磨を行って、はい、で実際にあ焼きを焼きます。これが本当に最後です。焼きとは最近 NPP でも見かけるおしゃれに芯の部分に焼き目をつけたバットのことです。いきます。お、すげえ出る。おお。おお。あ、いい感じかも。これ以上あれかっこいいぞ。ここあれ今なんかかっこいいとこあった今めっちゃ匂いまた匂いたぞ。素晴らしいです。すごい完成しました。はい、また後日紹介します。はい、ね、楽しみにしてましょう、ね、試合で使わせていただきます。はい、ありがとうございます。実は福井の工場ではオーダーヘルメットのデザインを行っており、中には強豪社会人チームのヘルメットも。その他にもオーダーユニフォームの製造も完全手作業で行っている、まさに Z さんのメイン工場である。徳さん、ライパチ兄貴は Twitter、インスタやってます。野球情報から徳さんのおしゃれウェア、兄貴の聴覚源、爆笑ライパチのチョンボ伝説などいろいろ更新してます。ぜひチェケラチョー。貸し方なんかいろんな、ね、山内さんか誰かが本院してて、山内さんって山内和弘さんですか、はいはい、わ、そう、僕が大学時代教わった人だ、はい、インコース時のうん、確かにこのもんそうですね、艶がすごい。これあ、2000本あんだ記念のやつなんですね、これ吉田さん、うん、そうですね、いや
ブラジルのバット。はい。自打球打ったバットです。自打球グリーフェルじゃないの？いや、ブラジルめっちゃ自打球3連発ぐらいって、うん、結果ホームラン打つっていう。そうだっけ？こうやってあの回ったんですよ、ホームを。懐かしい。いやー、ロサリオにその魂はなかったな。ロサリオはひたすら三振するっていう。なあ。